最後まで見ると日常を毎日聞きたい理由がわかる。毎日聞きたい。はい、どうもこんにちは、サバンドへようこそ。ベンです。 iPhone 卒業しました、カイトです。こんにちは。マジで見てない。言ってない。15が出るっていう話で買うのみたいな話すると思ったのに今、うん、買いません。何なの？エクスペリア。へえ。エクスペリアどう？使い勝手は慣れないからちょっと使いにくいんですけど、うん、ちょっと電源つかないけど、これ電源じゃないです、音量ボタン。あっ、アンドロイドウォッチ、これね。あ、こっちなんだ。そう、電源が指紋認証。こっちがこ、あ、指紋認証してんのこれ。まあちょっとエクスペリアの話を置いといて。あ、置くんだ。あんま興味ない人だった。やっぱ、まあ、レンさんは興味津々だと思うけど、見てる人はあんまり興味ないから。ごめんなさい、ちょっと、まあまあ、抑えきれないと思うけど。そうそうそう、まあ、日常使いが。そうそうそう、まあ、簡単に言うと、うん、なんかいろんなところにこだわりたいんだったら、うん、Android がいいかなと個人的には思ってて、うん、でただなんかそんな機能に特化してるとかじゃなくて、うん、デイユースで日常使いでサクサク使いたいんだったら iPhone がいいなと思った。ああ、じゃあ大体の人はやっぱ iPhone だから。大体の人は iPhone。大体 iPhone なんか、うん、日本。まあ日常使いはやっぱり、うん、iPhone。日常は iPhone で、ゲームがゲームとか、まあ、カメラとか音楽とか、うん、がエクスペリア。あ、俺らに合うね。音楽はね結構レベル違う。へえ。あとでちょっと聞いてもらうけど、ヒゲダンを聞くにはエクスペリア。そのそう、朝機種変えて次の日の外出るときに普通にイヤホンで、うん、同じイヤホンで、あ、イヤホンで違う、イヤホンで、そうそう、同じ Apple Music 使って聞いたんだけど、うん、えって思うぐらい戸惑いがあるぐらい音違う。羨ましい、それ。それ結構羨ましい。そう、日常使いは、うん、でも iPhone やっぱすごい使いやすいなって思う。日常、日常うるさいってどうしたの今日。日常といえば日常といえば、はい、オフィシャルヒゲダンジョンの新曲、はい、日常。そういうことです。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンジョンの日常のギター分析動画、早速レッツゴー。うん、今回ギター分析なんですけど、うん、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。小笹大輔ファン、うん、よだれ垂涎です。本当によだれ垂涎、頭痛が痛い。頭の頭痛が痛い。よだれ垂涎、よだれ垂涎。はい、もうイントロ流してもらいます、うん、イントロのギターね。はい、イントロのギターが、まあ、先に言うと、うん、チョーキング、もうここに注目して。チョーキングはこっちだっけ、こうだっけ。いや、トゥーン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 に注目。じゃあ小笹のチョーキングに、小笹のチョーキングに注目。いく、ほっ。これね、うん、いや、これいい音、これいい音、うん、音、うん、タイミング、音の幅、うん、完璧です、うん、もう、うん、ここだけでいい、ここだけでもご飯3杯。これでも、小笹大輔ファンはそうそう、もういいですよ、流行って音。小笹大輔ファンはもうこれでもありがとうございます。テレレレは行かなくていいんだ。いや、もういい、いい全然一旦ここでもいいんだから。まだいい音だよね。ご褒美です、これは。思った、これめっちゃご褒美から入って、でもこれはご褒美なんです。日常のご褒美入って、お疲れっていう小笹さんからの、藤原さんがもう裏で、うん、あーってため息コーラスやってる横で、横で小笹さんはいっちゃん気合い入れてご褒美くれてる。いや、もう完璧なチョーキング、超気持ちいい。いや、この曲一番ギター俺ここ好きかもしれない。まあ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 、インパクトあるよね。まあ、今んとこね、この分析を聞くまでは、ね、そうそう、めちゃくちゃ聞きやすいよね。うん、聞きやすい。まあ、まずここが第一注目ポイント。はいはい。で、第二注目ポイントなんですけど、はい、まあ、B メロなんですけど、うん、まあ、この曲ほんとギターがすごい目立つ、うん、普段に比べてところどころですごいいい働きをしてて、うん、まあ、その B メロの入り、うん、コードストローク一発で曲の雰囲気がガラッと変わるところがあるので、まあ、ちょっと B メロの入りを一旦流してみましょう。はいはい。じゃあ B メロの雰囲気ガラッとギターに注目。いくよ。これギターの力なんだ。これハイトーンですよね。そうですね、うん、ハイトーン、ちょっとゆっくりめに、はい、いやーみたいな。びっくりした。カミナリやってるから。びっくりした。ハイトーン降ってる。ハイトーン降ってくるからね、急に。いや、ハイトーン
してない。ちょっと待って。いや入ってますって言うから。ハイポジションね。あそうハイポジション。いや間違えた。間違えてた今。いや聞き直そうかな。ちょっと言い直す前に。って書いてきた。ハイポジね。ハイポジション。そうそう。すごいもうここの。あのクリーンのストローク一発でガラッと雰囲気が変わってて、うん、まあすごいハッとさせ、ハッとさせるような、ギターかなっていう、うん、ガラッと変わったね本当に、うん、このもうハイポジションの、この柔らかいギターの音がすごいアクセントになってて、すごいかっこいいですよね、やっぱコード楽器ならではのこの雰囲気を変える力、ストロークのスピードでそのジャッともできるし、今みたいにタランみたいな重たさも出せるみたいな、そうそうポロロンみたいな、なんか前その前半が軽かったもん、なんかこうやって乗れる曲、そうそうそう、急にわーってくるから、そう落差がガッと感じます、そう、でもこれはやっぱ小田さんのセンスの力、そうですね、ギターでだったんだ、そう、最後、はい、ここ超好きポイント、おおまだ俺超好き、はい、アルファ波が出てるギター、ちゃんと診断したんだね、ノウハウを。ノウハウ、そうちゃんとアルファ波、ベータ波、ガンマ波みたいな感じで、アルファ波ってノウハウから出るいやよくわかってない、なんかビブラートにアルファ波が、まあ、おい、言いたいそれね、まあ、あると思ったらあるか、リラックス、俺これ日常って分析2回目なんですよ、実は、知ってた、確かにやってた、あー確かにやってた、一瞬の短いやつ、あそう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 、で、その時にやたら見返したらリラックスって言ってて、まあ確かになっていうのはあるんだけど、言ってたわ、言ってた、日常で流れるリラックス、あのニュースにぴったりみたいな、そうそうそう、でそのリラックスの部分がもう今から紹介するポイントに詰まってる、じゃあ先に流しましょう、はいはい、じゃあスーパーリラックスギターに注目、いくよ、ほアルファ出てる出てる、ポン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 でしょ、テテテテテみたいなこのため、あこれギターか、これはギターでしょいやちょイルカの鳴きがアルファすぎて、アルファすぎてイルカの鳴き声かと思ってた、なんとなんとなんですけどギターなんですよ、ギターなんだこれ、いやもうこの曲のギターはここが全てです、まあ、イントロのチョーキングもって話したんだけど、うん、正直ここ、ここ一番好きだった、正直ここそう、いやこれがギターだったんなら、うん、一番好きになったわ、いやそうなんですよね、うん、この曲のもう日常はもうここを聴くために、うん、あの聴いてくれると、うん、まあまあ小田澤さんが喜ぶんじゃないかななんかあのベッドルームトークをちょっとあー確かにそう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 、このそう、うん、もたらせ感というかその小田澤さんのこのタイム感がすごい存分に出てて、うんうん、いやこれはもういや今聞いただけでめっちゃ体がリラックスするの、そうそうそう、たまらんこれは、イルカのあアルファってそれか、波の音、波の音、あの森林のせせらぎ、あ森林のせせらぎ、あとだから小田澤さん、小田澤さんのギター、そう4大アルファ派、4大4大日本4大アルファ4大いや感じたわ今、うん、です、あちょっと好きになったかもしれない、さらに、いや日常ここマジでいいよね、ここのギター、うん、めっちゃ良かった今の、小田さんの曲ですこのザ小田さん、いや藤原さんは、うん、さっきやボーカル分析やったけど、なんかしんどさとか陰鬱さを結構表現してる感じで、うん、小田さんはなんかリラックスとか褒めてよしよししてくれる感じ、なんか頑張りすぎなくていいよみたいなねが合体しててなんか不思議な曲だね、やっぱ不思議な曲だ、確かにそう言われると、じゃあベース何やってんのってなるから、じゃあベース分析をお楽しみみたいなくだりかな、なんでベドラムはドラムはすぐ弾けるし、あドラムはまだやってないでしょ、いやいや今までやってないでしょ、なんでじゃあ次のベース分析をぜひお楽しみはい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムの日常のギター分析動画でした、このチャンネルではヒゲダンに特化した歌分析や楽器分析毎週アップしてます、ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします、そして今回のコメントテーマは、はい、日常のギターの好きな部分と、うん、あとまあベースのこと、はい、あそこからもらう感じね、はい、ベースのコメントを多分今書いたら必ず採用される、いやもう間違いない、最近 100% そういう流れあるよね、あるもうあのベースの動画は俺コメントから作ろうと思ってる、まあ今書いたらもう確実に採用される、はい、ぜひぜひ
のギター、好きなギターで好きなベース、はい、の部分をコメント欄に書き込んでみてください。もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。恒例のコメントを読み上げタイム。はい、いいね。最近の流行り。はい、最近の流行り。前回の、あのチェスボードの MV の共通点探してくださいとか、あったね。オマージュ。チェスの部分探してくださいっていうやつのコメントで、今回2つ気になるコメント見つけたんで、おお。はい。まあ、この人、多分日光連続で多分投稿してくれているんですけど、うん、いい情熱だね。すいません、引き続き投稿です、うん、今度はオマージュではなくて考察なのですが、もう考察してくれてるか、はい、動画じゃん動画チェスボードで、草原の場面になるとメンバーの服が全身真っ白なのが最初に見た時からすごく気になってました、うん、確かに。ヒゲダンは白のイメージがなかったので、なんとなくヒゲ、かっこなんとなくヒゲから黒のイメージで、なんか意味があるのかなと、うん、で9月13日に日常とチェスボード両 A 面 CD がリリースされますが、うん、藤原さんがチェスボードも日常とつながっているということを言われていたのですが、チェスボードの MV の前半は普通の人たちの日常風景ですが、うん、窓から外に飛び出した草原の場面は非日常というより非現実の世界を描いているようなものも確かに、うん、でその非現実の世界で全身真っ白のメンバーとなると、私が頭に浮かんだのは白馬の王子様ですと、うん、ヒゲダンが非現実の世界で王子様になるというのもなんだかチェスっぽいですよね。皆さんどう思いますか。ちょっとまあ王子様感というよりかは、うん、俺が思ったのは全身シンプルに全身真っ白はチェスの駒じゃんね。俺もそっちの方が思ったかも、うん、王子様急に出てきたけど王子様はまあうん、あれなんですけど、うん、いや白の考察そこ確かになって思ってね。鋭いそれがあったら日常は黒の衣装かもね、繋がってんなら。なんかさ、そのなんだっけ、トレーラー、うん、みたいな、なんかエレベーターの中に乗っていったっすよね、うん、あったのも、あの衣装は黒でした、ね、あ、じゃあ絶対ビンゴじゃん、その方。じゃあ王子様だ。じゃん王子様、じゃあ黒は堕天使見てみたい堕天使の日常なの日常なの確かにでもこれがすごいなって思ったのと、うん、面白いね。あ、うん、そういう見方があるのか。これまた別の人なんですけど、うん、皆さん博識で羨ましい。チャックベリーさん、ブライアンさん、また一つ勉強になりました。 MV のオマージュですが、残像演出で老夫婦が踊っているところは候補が3つあって、アポトーシス、ファッツゴイノン、スイートツイートのいずれかなと思いました。あと、すげえ、アポトーシスの MV の中で、うん、おじいちゃんズがチェスをやってる場面があって、へえ、面白い。チェスボードとのつながりを感じました。そっから、その時から考えてるみたいな。いや、わかんないけど。だっておじいちゃん囲碁だもんね。一旦アポトーシス見る必要がある。確かに。チェスやってんだ。おお。いやー、違和感あるわ。違和感あるわ、これは。やっぱ。すごいわ。おじいちゃんはチェスじゃないよね。ね、囲碁だよね。将棋か囲碁じゃないとおかしいわ、それ。いや、これ見つけたのすごくない？偏見だけど。いやいや、でもすごいね、うん。これは絶対もうチェスボードあったのかも、ね。もう題名で入れてたのかもね。この子。いや、すごすぎるでしょ、マジで。すごい。いや、てかよく見つけたな、ほんと。いや、てか。どうやって見つけてんの、これ。覚えてたのかな？うん。なんでチェスやってんだろうって引っかかってたのかな？すごいね。いや、すごすぎる、マジで。へぇー。まあ、あの天才だ。すごいです、マジで。本当にありがとうございます、教えてくれて。いや、これ一個絶対できたね、動画に。もはやこれ後書きじゃなくて毎回それなのね。へえ、面白い。面白いんで、まあ、そう、気になるコメントあったら本当にちゃんと読ませていただくんで、あのコメントよろしくお願いします。お待ちしてます。他のやっぱ MV とかが俺らまだ全部見れてないから、 MV のこういうつながりは、うん、特に
面白いかも。確かに。おお、いやマジですげえってなって思う。ね。すごくもう進撃の巨人、いやもうこれ考察見つけた人が伊佐山さんだわ。コメント欄。誰？あの進撃の巨人の脚本家の人。脚本家？そう。作者じゃなくて。作者の人が。あ、作者。がちょっと書き込んでるわ。スタバンダ。ストーリーすごいからね。いろいろ。それだわ。書きにくい。見てくれて。ありがとうございます。ありがとうございます。